ーケティングに苦手意識があったんですけれども、うん、嫌らしさを感じない配信方法を教えてもらえたとすぐに個別相談ってくるようになったなっていうところがすごく実感しております、うん。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は入学4ヶ月目で月商1023万円を達成された女性起業家の萌香さんと一緒にですね、受講生対談ということで実績インタビュー取っていけたらと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。では今の活動内容を簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。私はファムソップアカデミーの代表として女性起業家の方たちにこのファンのつくライティングだったりとか、このファン化の基礎っていったところをお伝えさせていただいておりました。まあマーケティングファンブランディングの、まあ、そういった講座スクールっていうのを運営されていらっしゃるというね、はい。今回まあ萌香さん実は2回目のね実績のお声登壇ということで、ちょうど2ヶ月前にも入学1ヶ月目で月商400万達成した時に撮ったんですけど、サイトになるんですが、入学の決め手ってもう一回教えていただいてもよろしいですか。はい、本当にシンプルに直感なんですけれども、はい、ここのマーケティングの塾に入ったらこの自分自身の力がもっとこうブラッシュアップされるんじゃないかなって思ったところと、うんうん、あとよりこのなんか再現性にこだわっているっていう投稿とかを見させていただいていたので、それをこう生徒さんとかに還元できるんじゃないかなと思って入塾させていただいたっていうのが決め手だったりします。入学前と後での変化っていうところも聞いていきたいと思うんですが、うん、入学前のその集客面とか、あと特に壁に感じていた部分っていうのを教えていただいてもよろしいですか。私自身は公式 LINE の数字を伸ばすっていったところがちょっと苦手意識を持っていたんですけれども、うんうん、ここに入ってから公式 LINE の運用の仕方だったりとかっていったところはもちろん学べたなっていったところはありますし、あとはストーリーズからの公式 LINE の誘導のテンプレートとかも教えていただいたので、自分の持っているノウハウとかもミックスしてもより相乗効果が生まれたなっていうのがすごく思いました。特に本当に LINE 公式の登録数だったりとか、あと既存リストの人たちに対してどういう配信をすればいいのかっていう内容も結構迷われていたところだとも、そこもしっかりとうちの学科のテンプレを活用していただいて、でストーリーズからも結構やっぱりリストが取れるようになっていったっていう。そうですね、うん、売上面っていうところもね聞いていきたいと思うんですが、入学後の変化ということで、まず売上はどれぐらい、はい、1ヶ月目で438万円の数字が出まして、3ヶ月目で490万、はい、今月で多分4ヶ月目だと思うんですけれども、はい、1023万円が乗りまして、すごいですね。そうですね。で実際にこのね売上で決めるとすごいんですけど、入学前の時点での売上っていうのはどんな感じだったんですかね。はい、すぐにこの投げたといったところは載せられていたんですけれども、うん、月商1000万円いった時はあったんですけど、その時は苦しい集客っていうのが自分の中でも結構あって、ただここの学科に入ることによってその苦しい集客だけではなくて、楽ちんに自分の素材を生かしていきながらでもちゃんと数字を載せることができるっていうロジカル的な部分も学ばさせていただいたなっていうのはすごく思います。入学直近3ヶ月で約もう2000万ぐらいね累計で売上が上げられているということですけども、実際これ広告費とか今かけてない、広告費かけてないんですよ。インスタグラムメインでリスト集めて、はい、今日動画見てくださってる皆さんと全く同じ条件でねスタートしてやられていらっしゃるわけなの で、はい、で次ちょっとインスタグラムってところも聞いていきたいと思うんですけど、入学された時もともと4000フォロワー以上あるアカウントが1個あったと思うんですけども、はい、それがちょっとエンゲージメント的にっていうところでもう1個新しくアカウントを作ったんですよね。そういえば、はい、でそっちの方が今フォロワー数でいうと何人ぐらい、今あちらの方で150名ですね。これに関しては全然もうほとんど運用していない状態で、毎日投稿だったりとか教えていただいて、うん、検索していただいているっていったところもあるので、まあ、デザインだけではなくてタイトルキャッチとかいったところもやっぱりこう日頃お世話になっております。ありがとうございます。インスタグラムね今2つ運用されていて、旧赤からもしっかりと売り上げ上がりつつ、直近だと新赤からの方が実は多い月もありましたからね、受注とか。あ、そうなんです。今月に関しても新しいアカウントから来られている方も数名いらっしゃいました。150フォロワーしかいないのに個別相談来るのって結構びっくりされてる方とかいると思うんですけど、うん、実はフォロワー数ではなくてストーリー閲覧数が落ちてきたから新アカ作って、そっからでも結構受注取れたりしてるって方、萌香さんもそうですし、うちの受講生もね結構売れてたりするので、エンゲージが一番命であるとですね。ちなみにこの148フォロワーの方ってストーリーズ閲覧数とかって大体何パーセントぐらいいきますか、はいはい、そのフォロワーの、今の投稿に対して何パーセントっていうよりは60-70前後ぐらいの閲覧はありますね。そうですね。じゃあもう148に対して大体60-70なんで 40-50% いってますね、閲覧率で言うと。ありがとうございます。エンゲージとかプロフェッショナルボードですね見てみると、私ブログを結構メインに書いていて、ブログ誘導が多いんですけれども、はい、ちゃんと誘導されているなっていう数字もこのエンゲージメントからも見ることができたので、そこもやっぱり全然違うところだなっていうのはありました。他にインスタグラム
Instagram のストーリーズとかフィード投稿、ライブ配信で萌香さんが意識しているポイントとかあれば、ちょっとそれも教えていただきたいなと思うんですが、うんうんはい、ありがとうございます。ライブに関しては、まあ、私もともと得意な分野ではあったんですけれども、外部の方とのコミュニケーションが取れないっていったところ、結構私の中の課題でした、はい、一方的にお話をしてしまうところで、見てくださる方は満足するけれども、その先につながらない教育の段階だけが結構ちょっとメインだったかなって思うんですけれども、はい、そこからちゃんと行動を動かすためのちょっとした戦略とかもお伺いをすることができたので、そこからやっぱりこう公式 LINE につながる方法とかも、本当に今持っているものに少し足すっていったことをしてきただけだなっていう、今本当に振り返りをしております。ライブの、ね、配信の流れのテンプレとかもいろいろあったりすると思うんですが、うん、そういったあたりを活用して、ライブからも結構 LINE アットの登録とかありますか？めちゃめちゃあります。私のこのプロフィール自体にも、もともとは公式 LINE の貼り付けではなくって、はい、リットリンクの貼り付けをしていたんですよね。そこは北野社長に添削いただいて、うん、公式 LINE の貼り付けにしたところ、やっぱりこう誘導率とかっていうのも変わってきたので、短期的なではなく長期的に続けていくためにも見直していくことって大事だなっていうのはすごく思いました。結構ここリットリンクね、みんな貼りがちってとこがあって、よく YouTuber こちら、アメブラこちら、 LINE はこちらってやると、うん、もう2つ以上誘導が分散してるだけで、もうめんどくさくなってどれもクリックされないっていう現象が起きちゃうっていうのがあるので、それだったら LINE 一本化の方がいいよねっていうね、ここですよね。ライブから基本的にはまあ個別相談っていうのがメインっていう感じですかね。個別相談っていうのも私今まですごい流していたんですけれども、はい、しっかり教育ができている段階の、はい、動線の組み方も教えていただいたので、先方からも追加してすぐに個別相談ってくるようになったなっていうところがすごく実感しております、うん、LINE からもなかなか当初個別相談が来なかったところ、うちで教えてる3日間の配信戦略をやったことですごい問い合わせが増えたりっておっしゃられると思うんですけども、うん、LINE アットの配信とかもだいぶ変わりましたよね入学前とありがとうございます。闇雲に流していたっていったところはもちろんあったんですけれども、うん、すごく私はマーケティングに苦手意識があったので、おっしゃられてましたね、はい、すごくマーケティングって重い壁を感じていたんですけれども、マーケティングっぽくない、でも根底はマーケティングで、その嫌らしさを感じない配信方法を教えてもらえたっていったところがすごく良かったなっていうのは思います。この嫌らしくないって結構重要ですよね嫌らしくないとか、はい、うさんくさくない、本当にしっかりとした商品があるのに、人によっては見せ方を間違えてうさんくさく見えちゃったり、すごいブランディングで損しちゃってるっていう人結構多いと思うんですけど、そこがよりねさらにブランディング力を向上できたっていうところとか、あとなんかその最後のセールスっていう動線っていうところで、制約率だったり営業のプレゼンの資料作りとか、その辺とかでもどうでしょうか？すごく役立たせていただいております。私自身が資料作成っていったところに苦手も感じていたんですけれども、やっぱりこう元のお手本となるものに自分の色を乗せていくことができて、あのお客様もより分かりやすく、で私自身も説明がしやすくなったなっていうのがあるので、極秘の資料っていうのを見させていただいて使わせていただいております。ありがとうございます。今度が見てくださって皆さんでもよくあるのが、個別相談すごい来るんだけど20人個別相談しても1件も売れませんでしたっていう方とかあって、価値が伝わってないだけっていうケースが多かったりするので、この営業プレゼン資料っていうのをしっかりと作り込むだけでも制約率が本当に最大3倍ぐらいで変わったりするので、こういったところもしっかりとね萌香さんも作られていらっしゃると、はい、最後ですね、まあ、うちのスクールに入って良かったことあればちょっと最後教えていただけますでしょうか、はいはい、まず食事会とかの参加とかですごく思ったことが、うんうん、横のつながりがかなり増えたなっていたところが、はい、すごく私の中ではプラスな部分でした。やっぱりあのこういうところに入るとどうしてもノウハウだったりとか目に見えるものを求めていきがちだなって思うんですけれども、こういう SNS 企業とか企業家って孤独との戦いじゃないですか。そうですよね、まあ、結構自宅でやられてる方も多いので、うんうん、ただなんかこう皆さんがやっぱりこうアットホームな方でみんなでこう意識を高め合えたりとか、うん、みんなできるよっていうこの環境が私もすごく良かったなっていうのは思います。みんなフラッグでみんな頑張っている人たちの元に身を投げるというか置けたことが、この今回の自己成長にもかなりつながったなって思うのですごく良かったです。うちの学科の VIP コースの方はですね、食事会っていうのを特典でついていて、1ヶ月半とか2ヶ月1回ぐらい食事会をやっていて、 VIP の方卒業した後もねずっと食事会来ていいですよっていう風にさせていただいたりしてるんですけども、これからもねぜひ食事会やっていきますのでね、またご参加、はいはい、いただきたいと思います。はい、はい、行き続けます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということでですね、今回いろいろ萌香さんにね成功秘訣を聞いてきたわけなんですけども、実際その萌香さん自身
身もその LINE の配信とかねめちゃくちゃ上手ですので、下の概要欄の方に萌香さんの LINE 公式アカウント、そして Instagram のリンクも両方ね貼っておきますので、ぜひこちらもチェックしてみていただくと、今だけ LINE 登録でプレゼントとかもついてくるような感じですね、はい、今回ですねこの撮影があったので、ちょっと私も新たに今作っております。前回もかなり登録してくださった方がいらっしゃいましたので、私もちょっとその力に応えられるように頑張ろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。ということで萌香さんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。四つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。で最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ、ね、申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。